俺もこうしちゃ折れませんな。ここで死んでは無駄死にだ。全力降伏しよう。思ってやるじゃねえか。失うことは仕方ないまい。だって手をこするよ。よし。運命が気になる。投降いたしましょう。だってよ。しても城の包囲は解けぬ。長期戦に備え城内の民を外へ出し食料を節約すべきでは。あなたは私を慕う民を非道の輩に引き渡せというのか。芝生は投降した者たちの基準を許している。民を上にさらし害をなしているのはあなたではないか。黙れ。これ以上集隊をさらすな。芝生との差が広がるだけだ。黙れ。これだけ力の差を見せつけてやったんです。敵も長くは持たないでしょう。諸葛丹が交戦を主張したところで無駄だ。兵の士気が落ちていますからね。実際投降する兵も増えているしな。そいつらの処置はどうします。処刑でもすればいい見せしめになりますが。いや許す。従う意志があるなら軍に組み込む。甘すぎではありませんか。いやむしろ残酷だろうな。私なら投降兵に恩情をかけたりはしませんがね。城内には投降を望む兵も多数いるはず。彼らを説得し解除させられぬものか。家庭殿は文人としての才もお持ちとか、武名だけじゃないところがすごいですよね。なんとも不幸な戦いですな。呪春の民も諸葛丹も我らも敵にも情けをかけるとは。芝生殿はお心が広くていらっしゃる。海舟殿は僧帽様と学問の友らしいです。時に商会殿も混じって文学談義など。まあ私には理解しがたいですけどね。文学でお腹は膨れませんから。芝生殿、いえ、
芝生様、最近そっちの方が合っている気がします。それだけ芝生様が立派になったからでしょうかね。義の国と皇帝陛下を守りたい、諸葛丹は常々そう言っていたそうです。一体どこで道を誤ったのか。火獣殿は芝一族の腹心、芝氏殿が亡くなった時もこうがありました。諸葛丹殿も悪い人じゃなかったと思います。芝将様の前で言うのもなんですが、紹介殿って女性にモテそうですよね。俺にも誰か紹介してくれないかな。と、謝礼はさておき、紹介殿、あれで兵士には優しいんですよ。まあ、哀れんでるだけかもしれませんけど、我々は才のかけらもない凡人ですからね。俺見ちゃったんです、大元気殿が紹介殿と一緒にいるところを。まさかと思って聞き耳を立てたら、私の悪口を言うなって紹介殿の声が。ただの喧嘩でしたよ。四条殿を褒めたたえている。有能なだけでなく敵への恩情も忘れない、素晴らしく器の大きな将だと。そうか。逆に城内の敵には絶望が広がっている。諸葛丹とあなたの器の差を知って勝てないことに気づいてしまったから。四条殿、これがあなたの戦なの。そろそろ進軍を再開すべき頃合いだ。行くぞ元気。受信城は完全に孤立した。全軍城を攻撃しろ。文金が諸葛丹に切られたようです。文金の子だ、それを知っているようですね。諸葛丹、お前はもう止まれないのか。城門は固く閉ざされています。厄介ですね。いや、城内の士気は最悪のはずだ。案外簡単に開くかもしれないぜ。文金は筋の通った男だ。その息子であるお前は咎める気はない。寛大なお方は、この上は父の仇を討たせてくだされ。いい、この辺りの守備は任されたと思って。父上が諸葛丹殿に引かれるとは。ここはどうすれば。文金を切った諸葛丹に従う義理もないだろう。俺の元に来い。悪いようにはしない。ようお許しいただけると。わかりました、お言葉に従いましょう。諸葛丹殿を見捨てて投降などできる。かなわぬまでも最後まで戦い抜かん。受け取ってくれよな。
ているか、諸葛だ。お前の犠牲になっていく者たちの姿だ。ブーン王と軍校を呼んでこい。城内の将兵に投降を呼びかけさせる。なるほど、あの兄弟なら。すぐに手配します。敵将撃ち取ったぜ。日頃から武を磨いておけ。そうすりゃ勝てるようになるぜ。城内の将兵たちを速やかに投降せよ。見よ、我らでも許されたのだ。助けてくれ、外に出してくれ。策が当たりましたね。城内の兵が続々と投降してきますよ。活躍を見せるとは随分な策士ですね。私を奮起させたかったのでしょう。さあ、それと勝負だ。けど本気だと言わしろ。このままでは。私は義のために皆のために戦おうとした。ならば自分の器の範囲で才を発揮すればいいだろう。器も測れず目的も見失う、それは大きな罪だ。せめて俺が終わりにしてやる。貴様、私と共に炎の中で果てろ。一人で行く勇気に。バカめが。置いておけ。俺の俺が許し死ねぞ。我が痛みの本気だぜ。耐えろ。師匠殿、私に合わせた。成功したのに。耐え直れ。我が怒りに撃たれよ。受け取ってくれよな。それが貴様と私の器の違いだと。滅びよ諸葛だ。敵将撃ち取ったぜ。